笑ったら負けよアッププ笑ったら負けよアッププアッププねばる君の無茶振り企画視聴者のみんなとアッププーケー無茶振り企画やりたいと思いますねばよはいじゃあ視聴者のみんなを大爆笑させるような面白い顔をお願いしますねばじゃあまずはティーン納豆おじさんねば納豆お兄さんですよお願いしますねばよえねば笑ったら負けよアップップはい爆笑ですかねここで見てたけどどうだったねばそのままだった面白い顔をするかと思ったら自分の普通の顔に自信があったねバカね最初からほら飛ばさない方がいいかなと思ってあってことは次があるってことねバねそうね行きますじゃあパパお願いしますはい笑ったら負けよアッププー横で見ててどうでしたねバパパさんでした、うん、じゃあお願いします笑たら負けよアップンはいねばまあどうでした今松尾にたのみと松尾田優作さんがあんなに頑張ると思ってなかったです、うん、松尾田さんがあんなに頑張ると思ってなかった、うん、コメントドラマアップッ笑ったら負けよアップッ笑ったら負けよアップッったら負けよアップッわらったら負けよアップッみんな笑ってねばか勝ったねばかねじゃあみんな負けたってことで爆笑してもらっていい3人せーのああ負けちゃったね、強いねやっぱりみんなね強いわ参りました参りました以上無茶振りアップップでしたねばバイバイ
ちだと思ったでしょう。ネバール君でしたね。まあこれ姫ちゃん、このバナナちょっと口に入れてもらっていいですか？はい、いや、バナナは食べれるわけないっすよ、これ。一瞬で食べるそうですか？いやいや、無理、はい、じゃあ入れてください。せーの、何個？はい、すごい、まだ入る前に出てるし。もっとそんなのできないよっていうやつとか、なんかラッキーが取ってないの、なんか。例えばほら、カップラーメンとかあるんだよ。ひめちゃんもこのまんまちょっとあのカップラーメンを今度口に入れてもらって、これは。いや無理だわこれ。お湯ないし、これ。はい、そう、お湯は入ってないんだから。これもいずれで、これいけるわけないよ、これ炭酸なんだよ。ーい、どう、ビール、あれ。あー、飲んでますね。こっそり私に1から10の数字何でもいいんで好きなの言ってください。ネバル君に聞こえないように。いい、ネバル君、いい、はい、1から10でなんか、ね、あの王君言ってくれました。いい、じゃあネバル君何の数字を言ったでしょうか。1、正解。本当に1です。僕1だよね。1なんです。1。すげえ、僕1って言った。僕1って言ったよね。そう、1って言いました。じゃあ姫ちゃん、あのお父さんにも聞こえるように一緒に、あの承認が必要なんで。1から10の間でなかなか難しいよ、ネバール君。じゃあ何の数字を姫ちゃんは言ったでしょうか。正解。すごい、ね、パパさんも言ってましたよね。言いました。やっぱりみんなもできるようにしてあげるよ。あ、そうですね。みんなもこれが、ね、できるようにしてあげないとさ、すっきりしないからね。そう、すっきりしないんで、もう一回。2桁。じゃあ2桁ちょっと数字何でもいいです。じゃあみんなが分かるように種を教えますね。いろいろ数字はありますけど、いろいろ数字はありますよ。ねばる君何を言ったでしょうか。16。すごい。正解ですよね。イエーイ。ほら、いい、ねばる君、いい。だってなかなか難しいよ。困るね。
くれてありがなっとネバーネバールくんのイベントやグッズの情報は動画説明欄にあるネバねまた遊ぼうネバー。